はい、ありがとうございます。シャチくんでーす。よろしくお願いします。なあ、ポケモン初代ぐらい進化なしで、クリアしてやんよ。ギドラン押す、縛りプレイ。ギドラン押す一匹縛りプレイ。やります。まあ、ロケット団からね。まあ、パート、あ、ごめんなさい。1シリーズ目。このシリーズの1作目なんで、道中ほぼ映しますね。まあ、ここでもいきなりスリープでちょっとね。あ、出た、この腕力。平たい。壁に思いっきしドーンってやられて、埋まってる人のポーズ。カルテショップか。うわぁ、腕力ごときに。腕力は空手チョップでも急所出ない子みたいなやつだと思ってたのに。スリープ、ああ、そう、お相撲さん。金山薫の立ちに似てんな。念力だよね。これでどんぐらい受けんだろうね。うわあ、20、うわあ。負けるぞ。あ、オッケー。いきなり負けるとこだったな。はい、やりました。まあ、ちょろいですね。ひょえー。いや、これさ、穴を掘る覚えないんだよな、ニドラオス。ウサギは穴掘るだろう。なんで覚えないんだよ。はい、行きましょうか。まあ、マチスもライバルがユンゲラーか、もう。それがなー、しんどそうですよね、正直。あと、ここのポッポ3連戦ね。あー、付き合ってもいいかな。あー、付き合ってほしい。ガールスカウトか。何歳だろう ?18、あ、18は付き合ったら危ないですか未成年はダメか。いや、でも待って、18から成人になったってことはもしかして犯罪じゃない?はい、まあやめときましょうね。でも実際さ、実際本当に18歳、まあ高校卒業したぐらいのこと、恋に落ちてしまった場合、どうするんだろう。正直さ、絶対に噛み合わないよね。うん。なんかあんまりね、話とか合わないもんね。まあでもあれか、陽キャ系だったらいけんのか。ディズニーランドとか行って一緒にはしゃぐとかできないもんな、絶対。あ、そういえばさ、まあ、全然話変わるんだけど、こないだあれです、あの浮気されて、浮気されて、いや浮気をさせちゃってにしようか。うん。あ、鬼どれ、鬼すずめかわいい。で、まあ別れたね、3年ぐらい同棲してた子がいるんですけど、俺のかわいい猫と一緒に出てっちゃったね。いや、まあ、あげたって言い方もあれだな。お願いしたんだけど。この間ね、街でばったり出くわしましたね。うわ、前歯すごっ。てか26耐えないのでは。まあでもなんか、コミュ障、わーん、いや、耐えるか。負けました。まあやっぱ浮気したこの話するもんじゃないな。はい、負けちゃいましたね。うん。まあそのことをばったり出くわしたけど、久しぶりに会ったからコミュ障を発揮して、何も言わずに、やって。立ち去りましたね。ダセーよな。でラッタ、前歯すごいね。やれ。オッケー。なんでさっき体当たりしてくれよ。なんなんだよ。さっき体当たりでもないし、急所でもないし。あ、急所でもあったしだ。あー、こいつ嫌い。情けない、売られた喧嘩に負けた。あ、ほんとこいつ嫌い。やっぱ言うことがなぁ。まぁ、ちょっと変な人はあんま好きじゃないですね。いやーん。よし、ではね、ニドランにパワーアップしてもらいましょう。この仕掛かりをゲットしたいと思います。3番小僧ね。本当のニドラン使い勝負をここで、決めましょう。言うてあいつも21レベルで高いね。角でつく。あー、でものしかかりどうしよっかな。いや、まあ角でつくと交換でいいかな。
我慢はワンチャンね、岩山トンネルの石つぶてとかで使いたいので、自爆してくるやつね。まあ、自爆ダメージを我慢で受けてそのままゴロンを倒すと。うん、まあ、あと毒針もワンチャン毒にした方がいい敵もいんのかな、ちょっとわかんないな。ので取っとこっかな。まあどの道の下刈りしか使っていかないと思うんでね、あんまり。ボンジュールシャチくん。こいつの影響されやすいとこ、こういうとこな。ライバルって結構子供っぽくて可愛いよな。まあ実際にこいつと幼馴染だったら俺結構嫌だけど、まだこういうタイプいたな。オッケー、やるでしょ。うわ、のしかかりでも落とせない。我慢、そうだ、我慢はさ、確か、あれだわ、砂かけ食らっててもさ、当てるんだよな。そう考えるとまだちょっと惜しいな。ちょっと期待、気持ちは強いね。当てない。まあ、いい傷薬をね、口歯でゲットできているんで。あんまり怖くなくもないな。よし、当てる。やれ。あ、オッケー。だったぐらいはね、そりゃやるよ。あ、待って、これ、ユンゲラーに攻撃当てないのまず、待って、まずいぞ。はい。あ、そっか。え、テレポートも、エスパー技だとしたら、あれか。電力と二分の一か。助かる。リザード。うわー、なんか攻撃的。あ、でもこのリザードはさ、もう、ブルー版の時点でもうあれだね。今に近いね。足の太さ尋常じゃないけど。競輪選手ぐらいの足の太さの体の差があるけどな。そしてまだ切り裂くも覚えていない。引っかきまくってくんな。あんな恐竜みたいなやつがウサギ引っかいたら多分だいぶやばいけどな。あーあー、すごい泥試合、こういう泥試合がな。やっぱ能力下げる系の技をね、そっか、進化もしないから倒しづらいんで、よりやられちゃうよね。よし、まあ大丈夫かな。まあ、マチスは、ビリリ玉ピカチュウか。ピカチュウビリリ玉ライチュウだっけ。まあ、ピカチュウ版よりは余裕でしょう。はい。そしたらマチス戦行きましょうかね。まあ、マチスは、俺のことを好き。好きです。まあ、俺は普通です。まあ、なんで、何もしてこない。でもニドラに対して何してくんのかな。のしかかりあるしな。はい。あ、やべえ、 PP が3しかなかった。これは盲点だったな。間違えちゃったね俺。うん、いや、ポケセン行かなくてもいけるわって思ったら PP なかったわ。まあいっか。ブス、ブスです。はい、お疲れ。早くご退場願ってね、早めに。いや、よりブス。いや、可愛いな、これは。これは可愛いか。なんかなぁ。腹すげえよなぁ。このライチュウってさ、多分10万ボルトないよね。はぁ。レベルに依存っていうか、レベル通りだもんね、確か。あるんかい。まあそりゃ技マシン持ってるもんな。とはいえ耐える。いやー、10万ボルト連打か。どの道ちょっときついな。あ、負けた。はい、よし、いきます。回復してました、ちゃんと。のしかかりの、のしかかりあったところでちょっときついな、あれ。タイミングによってはね。メガトンパンチとメガトンキックはないのかな。え。めっちゃ避けます、ありがてえ。で、ピカチュウはまあインテもいなくても一緒じゃん。このピカチュウ可愛くないって言ったけど、今のピカチュウよりはなんかこびてなくていいな、ちょうどいい塩梅。あ、スピーダーからね。これ麻痺させてももしかして先制取れないのでは。あ、オッケーオッケーオッケー。もう10万ボルトをしなければ勝てます。急所当てろ。 あ、麻痺もしない。あ、勝った。
さっきは俺が悪かった。うん。俺のね、命令がだいぶ悪かった。そしてマチスは相変わらず優しい。Oh no. ありがとう。めっちゃ褒めてくれる、そんで。やっぱ褒めてほしいもんな。大人になって褒められることあります？まあ、特に30過ぎてからぐらい。ないよな。いや、というか、あんま働いてからねえな。はい、そしたら岩山トンネル行きましょうかね。まあ、どうだ？まあ、言うて、あーでも待って、ここのカラカラちょっとやばくない？いきなりちょっとやばいよね。怪獣マニア。かわいい。あ、で、10万ボルトを毒針と変えて覚えさせてます。まあ、我慢はね、俺一応取っときますよ。念のためね、これのダメージ次第ではやばいよ。やばい。ちびれーる。あー、オッケー。あぶねー。いやでもちょっと待って、ここ次、ヤドン、念力あんのか。ちょっと、あれだな。かわいい。もうすべての脱力をしている。チャオリー使えそうじゃん。もうやる気ないもんな、何にも。何にもやる気ない、彼、これは。危ない。いや、ちょっと怪獣マニア強いです。良くないな、これ。はい。まあまあ、なんとかね。なんとかいけるけども。破れたのか。破れたね。いたらわかるけどな。回復しよう。よし。じゃあ行きましょうか。まあでも言うてさ、ニドラン。まあこの進化しないシリーズの中では上位で、まあなんなら一番簡単だと思うんですけど。それで、まあまあ今のところ苦戦はしてないのか。一番苦戦したの1万光年の人だもんな。戦わなくてもよかったし。あと10万ボルトな。やっぱこのさ、穴を掘る10万ボルトの仕掛かりのどれかね、まあ、できれば2つ覚えるやつは、まあ、簡単よね、まあ、技の威力の暴力でね倒せるからね、まあ、しかもタイプ的にもいいし、バブル光線でもいいか、ワンチャン。微妙だけど。でもやっぱここの水タイプとかがな、この時点でやっぱ29レベルってことは言うことも聞かなくなるもんね。それがしんどいよな。それがしんどいですね、多分。言うこと聞かない上に進化しないっていうのはだいぶ頭おかしくなるポイント増えそうだな。ヤドリギー。うわぁ。ヤドリギー。気持ち悪い。まあ、麻痺は無視していきましょう、もう。はい。とか、HP もなんか81もあるよ。こんなある。え、痺れ多くない？25% って本当なのかな？パーじゃないか、別に。え、しかも泣き声されちゃったよ。よし、よかった。倒さなかったらだいぶ怒ってましたね。負けちゃった。かわいい、素直。よし、そしたら次だな。次もちょっと不安な箇所ですけどね。山男の自爆ね、テロリスト。はい。ここのなぁ、まあ、ポケモンの中でも上位にかわいそうなね。うん、ポケモンたちですけど。俺のパワーに勝てるかなって言ってるもんね。パワーにはもう勝てないよね、正直。はい。まあ、あと、金銀のラジオ塔の一番上の幹部ね。まあ、その2体がかわいそうだよな。自爆メインの人たち。早速してきたけどな、自爆。いや、思ったよりウケる。え、急所じゃないのこれ。マジで。マジか。進化しない縛りに、弊害が出ている。うわーって。うわー、自爆しかしねえんか、こいつら。ゴローンの耐えんのこれ。大丈夫？でも実際あんまり威力変わんなかった記憶あんだよな。キモい。下に生えてんのが手なのか足なのかわからん。自爆、結局。我慢でな。一個前の一部手が体当たりとかしてきて、最後自爆だったらな。綺麗に終わったのに。結局、受けのスタイル。これ、ポケモンによってはここで詰まない？
まあ、耐えればいいだけなんだけど、ちょっと思ったよりダメージでかいな。まあ、進化してないことによってね、防御が未発達だよね、やっぱ。よし。まあ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 。鬼ドランで70ダメぐらい受けんのか。かわいい。いや、このニャースはだいぶかわいいな。ほら。あ、いいね。で、などのくとね。まあ、やっぱのしかかりと10万ボルトのワンのでかいな。次のポッポに対して何も恐れることがない。だかけポッポね。これエリカ。あ、でもエリカ。あ、でもあれか。先に角ドリルでいいかも。正直。正直もう玉虫行ってから無双すると思ってるんで。あ、でもあれか。先にさ、ドーピングアイテムでお金使いすぎてもあれか。積んじゃうな。天皇までね、できれば取っといた方がいいかな、お金は。はい。さあ、玉虫ジムね、今日から行きましょうかね。うん。いや、あのね、ゲームコーナーの下行って角ドリル取ろっかなって思ったんですけど、まあ、受けるダメージが多分少ないからこっちからでいいかなって思ったのと、角ドリルの技マシーンはね、取っとこっかな。真ん中の卵でかすぎだろう。主張激しくない？だいぶ。あー、よくないな。え、これ催眠術しかしてこなくね？多分。あ、ですよね。よくないな、これは。どうしよう。はい。アイテム使ってもね、自利品なんで、起きるの待ちましたが、リフレクターも使ってきましたね。ナイス！急所！麻痺！よし！急所！あ。やりましたあー、そう、初代はさ、これがあるからまあ全然進化なしでもいけんなーって思えるけど、でも逆にあれだね。そう、逆に弱点しかな、ついてこないのがきついパターンもあるからなー、それが怖いけど。あ、ここは草タイプの技はね、恐れるに足らずなので、大丈夫でしょう。ウツボットね。あ、ウツボットか。そっか。ピカチュウ版ばっかやってたからな。よし。どうしよっかな。まあ、睨みつける。あー、まあ、早えんか、あいつ。あの見た目で。急所。急所か。よくないね。まあ、ひねらいで。よし、あ、ほめ。てか、あいつもさ、巻きつくしかしてこないよね、多分。うわー、マジか。だるいぞ、これは。多分、葉っぱガッターしてこないわ。今一つだから。先制を絶対に取られて、巻きつくだけか。スピーダー買っとけばよかった。ミスった。巻きつく外れるの待ちっていうクソみたいな状態になったな。やっと外れた。まひ、あ、また待つのか。いや、今一発外れるのに多分ね、2分ぐらい待ってました。マジかよ。やだよ、俺もう。そうみたいだな。こういうの忘れてるとちょっと、だるいね。はい。じゃあ、待ちます。あ、もう諦めて、負けようと思ったら外れた。やれ！やった！諦めた瞬間勝ちやがった、こいつ。なんだよ。ああ、まあ、絡みつくならいいや。いや、俺もう諦めてさ、負けた方が早いわって思って、負けようと思ったんですけど、今。よかったわ。スピーダー買って、のしかかりした方が早いやって思って。そしたらまたね、締め付けるとかしてきて、絡みつくで素早さ下がってもまずいんじゃないの？最後、ラフレシアか。はい。モンジャラさんね。いや、すげえ腹立った。最後の巻きつく、マジで外れな。でさ、4分ぐらいかかったんですよ。不毛でしかなかった。こんな不毛な時間があっていいんかって思ったわ。で、ラフレシアね。ねえ、かわいいね。あのラフレシアかわいいよな。花に手を置いちゃってね。なんか、調子乗ってるけど。花びらの前ね。言うて受けるんじゃないのこれ。ああ。言うて受けるってほどは受けなかったけど、あんま受けないっていうほど受けなくもなかった。暴れている。
せっかく買った10個のミックスオレがあと2個になっている。最悪ですね。混乱。麻痺。はい。麻痺は一回も起こらず。ああ、長かった。ヘリカさん。ちょっと長かったよ。マインド技連続はないわ。やりましたね。でもとりあえず。よかった。マジでしんどかったわ。普通に。冷静にしんどかった。よし、そしたら、地下足と行こうか。はい。そしたら、地下足と、この、二人のロケット団ね、行きましょうか。地面技覚えてくんねえからなぁ。あー、サンドか。まあ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 。結局、岩タイプにやる技ないよね。あ、でも半分以上ね。まあ、そりゃそうか。切り裂く良くないね。これやっぱシルフカンパニーぐらいから渋そうだな。30何レベかで角ドリルを覚えたはずなんですけどね。アーボ。あ、アーボ、あ、ここあれか。次がアーボックか、サンドパンのとこね。サンドパンはちょっと、なんかすげえハリネズミ感めっちゃ強い。めっちゃハリネズミじゃない、なんか。これ切り裂くもらったら終わりそうだな。まひ、うわな、よし、あぶねえ、気合。気合ですね。あんま好きじゃないけど。気合でなんとかなる的なことは。よし、じゃあこっちも行こうかね。もうお金を節約するために普段はやらないミックスオレ大量買いしたからな。それでも回復回でもちょっと渋いんだよな、今。スピーダーとかも買ったからね。暗い。やっぱさ、この後全部、角ドリルで行くほどの、体力がないな。ってなると、途中までは、まあ、てか敵によるのか。相手次第では技をね、工夫していかないとダメだね。ああ、僕、正面すぎるよ。まあ、初代、レッド緑よりはかっこいい気すんな。でも、毒針。でも、榊戦は岩悪サイホンだっけ？まあでも、我慢があるからな、俺には。うん。俺のね、あぎゃぎゃ。コメントですればいただいたけど、俺の我慢強さね。ブラック企業で培われたこの力。だから、1月さ、なんかすごい、登録してもらえるね、人数多くて、ありがとうございます、ほんと。なんか、指を振る恋キングのね、あれです。ショートがなんか急に伸びて、なんか10万再生ぐらいいったんですよね。トゲピーのでも前あったんですけど、あ、これダメじゃん。エフェクトガードおじさん。まあ、見る機会をね。あ、怒りか。まあいいか。増えてありがたいですね。なんで俺のね、ことを、あんまり名前の由来ね、知らない人多いと思うんですけど、あの由来はね、別にシャチが好きなわけじゃないんですよ。もともと、まあ今もですけど、ああ、やべえエフェクトガード忘れてた。全然睨みつける当たらねえやんって連打してたわ。エフェクトガードに困らされる時が来るとは思ってなかったからな、こっちも。のしかかりの BB やばいね、これ。我慢で倒すか。うん。まあそう、もともと、まあ今よりね、だいぶブラックだったので、マックスね、400時間ぐらい近く、まあ400時間行ってたっけな。まあ働いてたんですけど。まあそれよりね、大変な人いると思うんですが、まあ今はだいぶマシになってね。まあそれが由来ですね。はい。あ、で、あとあれだわ。コイキングのさ、ショートのコメントでね、まあ改造良くないよみたいな、もらったんですけど、間違いないよね。すいませんでした。まあ思ってる人も多いと思うんだけどね。やっぱバグ技とかあんま良くないもんね。まあでもね、コイキングでやりたくなっちゃったんですよ。どうしても。うん。まあ、ちょうどよかったんだよね、コイキングって。まあ、素早さ高いからさ、転生も若干取れる機会多いし。
から一撃必殺出ればなんとかなるしね。保管能力が低いから指を振るにはちょうどいいポケモンだなって思ってやっちゃいました。許して、あ、みんな怒りしてくる、みんな怒りしてくるから何にも怖くねえな。まあ、これが初代のいいとこだよな。まあいいとこっていうのかわかんないけど、エフェクトガードね。まあ、可能性を感じるとこだよね、進化なしでも。はい、で2ドラ、あー強いこれ落とさないとちょっとまずくねえか。落とすと思ってやってますけどね。オッケー、ガルーラとか久しぶり見たな。ピカチュウ版ではペルシアンだもんね。あーなんかあれだな、能力上がり幅が少ないから50になった時の俺の予想よりだいぶ低い。まあ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 、大事に育ててるな。だってそりゃそう、進化もさせないでね。そしたらポケモンタワーね、行きましょうか。10万ボルトしか、なんか俺を見送ってくれてるみたい。よし、じゃあポケモンタワーね、行きましょう。あ、すいません。マイクに手が当たってしまった。お前のポケモン死んだのか、アホ生きてるじゃん。かわいそう。かわいそう。かわいそうか。ライバルのラッタはね、まあそうだもんね。まあ、レベル差開いてしまっているので余裕でしょう。あと、我慢、確かあれだよね。我慢、初代は当たった気がすんな。ゴーストタイプに。結局、じゃあ我慢覚えればなんとかなんのか。このたまたまは、ああ、やっぱやってくるけど当たらない。オッケー。あ、割れ。全部割れ。ああ。うざい。起きるまで待ちます。なぜかさ、玉投げしてくんだけど。なんでだろう。大人のお姉さんはしてこなかったのに。ライバルの AI はちょっと賢いんかな。あ、ギャラドスね、かっこいい。でもさよなら。雷一応覚えんだけどさ、覚えさせられるんだけど。どっちがいいんだろうな。でもスペシャルアップあるから関係ない気がするけどな。はい、オッケー、順調です。まあ、そりゃそう、レベル差がひどい。そして、リザードね。リザードのままでは勝てないよ。俺も進化してないけど。怒り。このパート、怒り使用率高くない？初代のクソ雑魚技。36ね。こんな感じ。わあ、来ましたー！皆さんすいません。こっからもちろん使います。まあ、睨みつけるかな。我慢の方が使う気がする。はい、角ドリルね。これでもう無双でしょ。まあ、申し訳ないけど俺は全然使いますよ。まあ、このシリーズにおいての最強がね、まあ、ニドランっていうことの証明もしないといけないからな。お気にだし。一撃必殺技覚えるの後誰？ハサミギロチンぐらいか。クラブぐらいか。カイロスは進化しないもんね。よし、そしたら行きましょうか。まあ、我慢でもいいけど、ダメージ受ける必要ないからね。一応途中の一押しは10万ボルトでやりましたが、こうっすね。ガス状すぎるポケモンだな、ブルーバンは。10万ボルトね。はい。いいね。あ、いや、ピカね。まあ今の俺だったら混乱はしない。オッケー。何の根拠もなかったけど、倒すか微妙だな、でも。ああ、クソが。クソすぎる。あのダメージはクソすぎるよ。はい。ああ、溶けてくべ。よし、オッケー。変な声出た。やりました。どうしね。あれ、なんかさ、ブルバン色濃いよね、ちょっと。微妙に色違うの何なんだろうね。ちょっと性能上がってんのかな、ブルーバンって。性能っていうか、使える、あれ。なんていうの？容量というの？まあ、わからんけど。はい。この、あれだな。PP に不安がある。あ、まあ、リセットすればいいだけか。まあ、でも PP に不安のある、あれだね。技構成ですね。で舐める。はい。あ、わきわかよくないね。よくないよ。回復 C の
混乱している。安定の明け若。いや、そうそう、解けるはず。オッケー。素晴らしい。やりました。ゴーストタイプも結構、やってないじゃん。ゲンガーなんとかなりそうだね。うん。やばいかなーって思ったけど、最近あるんだっけ初代って。ないよね、確か。なんなら催眠術持ってないのに夢食いのゲンガーとかいた気がすんだけど。だとしたら、キクコも別に脅威ではない。なんなら、ここのガラガラの方が脅威ですね。行きましょう。まあ、角ドリルが火吹こうかな。角ドリル火吹いちゃうよ。素早さは勝てるよね、ガラガラなら。めちゃくちゃなんかヒーローみたいな、ワンパンマンにいそうだな。はい。残念。骨コンボをやられた瞬間、怪しいけどね。どんぐらい受けんの？え？おら！あ、やばい！当たんなすぎだろ。よし、オッケー！楽しい、角ドリル。やりました。いきなりめっちゃ外したけどやりましたね。まあ、この後のロケット弾は大丈夫だと思うんで。よし、じゃあ最後のね、ロケット弾戦から行こうかな。あ、でも待って、ここゴルバットいるわ。ゴルバットいるなぁ。全員移すか。申し訳ないけど、雑魚戦全員移しましょう。うん。どこでゴルバット出るか忘れたしな。まあ、ここも10万ボルトあるんでね、ズバットも大丈夫。あと、吹雪覚えるんですよね、何気に。それが強いんだよな、このギドランオスは。何でもできる。最悪、吹雪で凍らせてから角ドリルだっていいんだから。あとか、あれか、吹雪で凍らせて、凍らした後に詰めばいいのか。無敵じゃん。最強です。あ、来た！うわぁ！キモすぎ！あ、先生取れない！先生取れないか、そりゃ。やばい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 。あ、でもひるんだ。強すぎるなぁ。キモいなぁ。丸飲みにされそう。あのベロのあの直角に曲がってる感じすごすぎるけどな。あんな直角にベロ曲がる？あんな根元らへんからね。え、でもまたひるんだ今もしかして。見てなかった。おーい。噛みつく。いや、さすが強いなぁ。さすがブルーバーン最強のインパクトの持ち主。でもやりました。はい、オッケー。よろかったね。あ、レベルも上がって。HP も100いきそう。よかった。そしたらもう終わりでいっか。はい。ということで、全員倒したんで、おじいちゃんを救出できました。まあ、こんなとこで今回は終わろうかしら。まあ余裕ですね。なんか思った以上に余裕だな。これより苦戦した進化するポケモンいた気がするんだけど。まあだいぶ余裕ですね。まあこの後結構無双しちゃうからな、多分。いやでもどうだろう、夏目とかいんのか。まあまだわかんないですね。まあそんな感じで、今回はこの辺で終わろうと思います。また次回もよかったらね、お願いします。いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。